両替商。両替商とは、両替及び金融を主な業務とする商店あるいは商人のことである。古くから国境を越えた貿易は盛んであり、外貨両替、金融などを扱う両替商が多く存在した。現代では主に空港などで外貨の両替を行う店舗及び窓口を指す。日本語の両替という言葉は、一、両小判を長銀。 小玉銀すなわち、氷涼銀下に、また戦下に変え、変え得たことに由来する。また銀座において、銀次金と公家銀、超銀を変えること、また吹金、廃吹金及び極銀銀すなわち姿勢銀の品位を、鑑定して公焼銀等を取り替えることを何両替え、あるいは両目替え、両目替えと称したことに由来するとも言われる。古代地中海世界では、 フェニキア人がその役目を担い、続いて古代ギリシアの都市国家であるポリスにおいて、両外省が出現した。全6世紀頃からポリスごとに異なる効果を用いたために、両外省が必要され、トラペザという四つ足の机を仕事に使ったことから、トラペジーテイスと呼ばれたトラペジーテイスは、貨幣、貴金属、文書の保管なども行い、預けられた金を元手に貸し付けも始め、 これが銀行家の誕生につながった。有力なポリスの一つであるアテナイでは、両外商や銀行家は、居流外国人であるメトイコイが主に言っていた。ローマではエクイテスミ分のものによって、両外商が経営され、ギリシアの両外が、海上貿易が多かったのに対して、地域の取引のための両外を行った。中世期に入ると、ヨーロッパの商業は、衰退を見せるが、 東方からの貨幣流入は継続され、さらに10世紀に遠隔地商業網が再建されると、再び両替商の役割が大きくなった。フランスでは1141年に、パリの両替商、金銀細工市をグランポン橋の周辺に集めてそれ以外での営業を禁止して掌握を図ろうとした。このため、この橋は、ポンド・シャンジュ、両替橋と呼ばれるようになった。同じ頃、 北イタリアの都市国家は、独自貨幣を発行するようになり、都市間の貨幣の交換を行う両外省が生まれた。彼らは、都市の広場にバンコ、バンコと呼ばれる台を設置してその上で貨幣の両目を、測ったり、交換業務を行った。銀行を意味するバンク、バンクという言葉はバンコに由来すると言われている。イタリアのジェノバ、ベネツィア。 フィレンツェの両外省は十字軍への援助をきっかけに、イングランド、フランドル、シャンパーニュなど、北ヨーロッパ経済の先進地帯や主要都市に、進出をし、十分の一税の徴税、輸送業務や為替業務をも合わせて行い、後の銀行業の母体となった。南ドイツのフッカー家や北イタリアのメディチケは、両外省から銀行化へと発展した、典型的な例である。中世後期になると、 フランドルカタロニアスイスにも両外省が勃興し、やがて銀行業へと転進する。大航海時代になると、金融の中心は、経済の変動に追いつけずに衰退しつつあった、北イタリアからアントウェルペン、アムステルダムを経て、ロンドンへと移るようになる。以後、ロンドンは20世紀まで世界経済及び金融の中心的地位を占めることになった。なお、ヨーロッパでは、 聖マルコが両替商の守護聖人として数系を集めていたとされている。イスラーム帝国の拡大に従って従来からのヨーロッパとアジアを結ぶ中継貿易の役目に加えて地域内の交易も盛んになった。アッパース朝の時代にはバグダーとバスラー・アレクサンドリアなどを結ぶ商業網が成立した。ディーナール金貨、ディルハム銀貨が代表的な貨幣であったが、 各地から様々な地金や氷量貨幣などが流入して通貨として用いられた。こうした通貨間の交換を図るために旧世紀にはサンラーフ、サーウフと呼ばれる両外省が成立し、後に細銀、粒銀などの氷量貨幣をまとめて封印を施して一定の貨幣価値を持って流通させたり手形を扱ったりもするようになった。また、 地方から租税として集められた貨幣や地金を公式の通貨に換金して政府に納入するジャフハズ、ジャダソバドと呼ばれる雇用業者もあった。中国では早くから動線による貨幣統一政策が取られていたが国家の分裂や慢性的な動線不足によって金銀や絹などの経過が代用貨幣として用いられていた。唐から宋にかけて金銀式。 直し帽と呼ばれる、両替商が成立した。金銀,銀式は、元は、金細工、銀細工などの製造販売を手掛けていたが、後に、顧客からの依頼を受けて、金銀の鑑定や、保管業務なども引き受けて、両替、預金業務も行うようになった。さらに壮大になると、非戦、講師の発行引き受けなども行った。明以後になると銀城の流通が広く、行われるようになり、 銀条と銅線の交換を専門に行う銭層、銀道などと呼ばれる両替商も出現するようになった。室町時代を発端として江戸時代に確立し、小判、長銀及び銭貨を手数料を取って交換、売買すなわち両替した商店があった。明治時代以降は両替商は銀行として金融業務を行うようになり、この銀行を両替商という場合もある。 中世より、改善に、ワップと呼ばれる為瀬の前身にあたるものを扱う、カエや、ワップ屋と呼ばれる商人が存在した。また、土葬と呼ばれる、倉庫兼金融業者の活動も活発であった。さらに、戦国時代に入る全国の金山及び銀山の産出が増大するにつれ、山市の持ち込む金銀地金の精錬、鑑定及び売買を行う金屋及び銀屋も、現れた。 後世の両替商は、こうした業者が後日の参加制度の確立によって、両替の分野にも関わるようになったものと考えられている。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、全国統一への一歩として、貨幣制度の整備に着手し、慶長六年、1601年に金座及び銀座を設立し、慶長小判及び慶長長銀の鋳造を命じた。これが、 慶長の平成の始まりである。慶長14年、1609年に、幕府は参加のご定相場として、金一両イコール銀五十文名イコール A 一貫分イコールビタ四貫分と定め、後の元六十三年、千七百年に、金一両イコール銀六十文名イコール千四貫分と改定し、高能金などに対しては、この換算率が用いられたが、一般の小取引では、 市場経済に委ね、金一両、銀一門目及び千数踏みは互いに変動相場で取引されるのが実態であった。徳川家光の時代、官営十三年、六百三十六年に幕府が一文同銭、官営通り、宝は本格的に鋳造に乗り出した。各して参加制度、金、銀、銭が確立するが、これは既存の貨幣の流通形態を踏襲する。 ものでった。このように国内に3種類の通貨が同時に流通することとなり、これらの取引を円滑に行うためには、通貨間の両替が必要となる。そこで1から2%程度の手数料を徴収して、両替を行う商売が成立する子になる。小判を1分半に、あるいは小玉銀を銭に変えるなど、使い勝手の良い小額の貨幣に両替する場合は、キリチンと呼ばれる、 手数料が発生し、小額貨幣から高額貨幣への両替手数料より割り増しされるのが普通であった。一方、小額貨幣を高額貨幣に両替する手数料が高額貨幣からの手数料より高くなる場合は逆打ちと呼ばれ、何両に主犯を及び一分銀を小判へ両替する場合などに逆打が見られた。銀座の所在地はしばしば両替町と呼ばれるようになる。 また、金座及び銀座周辺では、両替屋が集中し、金銀の売買が行われた。さらに貨幣改鋳の際には、金座及び銀座に代わり旧貨幣の改修、交換の業務に関わった。このように同一国内で、金貨、銀貨、及び銅貨が、すべて無制限通用を認められた。当時、本位貨幣という概念はなかったものの、金銀銅の参加もいずれもが事実上の、 本位貨幣としての価値を持って流通し、それぞれが変動相場で取引された。両替屋は、やがて本両替と脇両替に分化した。本両替は小判及び、長銀の金銀両替及び、為替、預金、貸付、手形の発行により、信用取引を仲介する業務を行う。脇両替はもっぱら戦火の売買を行った。本両替は、江戸では、本両替仲間。 大阪では10人両替仲間を形成し、相場立ち合いなどについて協定した。両替屋は大阪に本店を置くことが多く本両替が発達し、江戸は支店が多く脇両替が多く見られ、京都はその中間的な性格を持っていたと言われる。さらに、地方の都市にも開業され、大阪の両替屋を中心に互いに連絡を取り合い、参加制度の発達に貢献した。本両替を利用したのは、 大名、有力商人など、大口取引を行う者に限られ、町人などが一般に利用したのは、脇領外すなわちゼニ屋であった。千屋の数は次第に増加し、原独期には組合を形成するまでに成長し、教法三年、1718年には、幕府から正式に株仲間とし公認されるに至り600人を数えた。江戸では、金銀両外及び、 金融業務を行う、本両替え、16人、もっぱら小判、超銀、及び、戦火の両替えを行う3組、両替え、神田組、三田組、競り組、および、戦火の売買を行う番組両替え、1から27番に分化していった。3組両替え、及び番組両替えには酒屋及び七屋などを、兼業する者も多かった。大阪で、本格的な両替屋を、 初めて創業したのは、慶長年間の天皇寺や五兵が通説となっている。後に、小橋や上徳、鍵屋六兵衛らが加わり、手形を発行し積極的に金融業務に関わり、漢文2年、1662年に、大阪町奉行により3名が正式に幕府御用を務めるに至った。その後、漢文8年、1668年には6人に、倍増し、同10年。 六百七十年には十人となり、十人、両替仲間を形成するに至り、幕府の経済政策に協力する義務を追い両替や、仲間の監督機関の役割を果たし、相場立ち合いなどについて協定する権利を有した。長銀、小玉銀による大口取引は、表領がわずらわしいため両替屋を通じて行われる、手形による信用取引は不可欠となり、それに伴い不正も行われ、 幕府は大阪町奉行にこれを取り締まらせた。大阪の脇両外は住人両外とは独立して仲間組織を結成し、三里線や仲間、北組、南組、天幕組と南仲間両外があった。諸藩における商品調達及び年貢前売却などの代金の管理、また国元及び江戸屋敷への送金、さらに資金が不足した場合の貸し付け、 いわゆる大名が使用を行う役職は、家計屋と呼ばれ、大手両替屋の中から任命されることが多かった。長銀及び小玉銀すなわち、表涼銀貨は、その両面に応じて価値が定められるものであり、取引の度に表涼が必要であった。小玉銀による小額取引には、小型の竿ばかりである銀ばかりが持ち入れたが、 大口取引に対しては、長銀及び小玉銀を組み合わせて、銀一枚すなわち四十三問目あるいは五百0問目ごとに、包み封した、包み銀を作成し、これには、大型の張口天秤、両替天秤が用られた。また、小判及び、長銀の品位の鑑定を行い、極印を打つことも行われ、これらの貨幣には、銀座及び銀座による、極印以外に、 両替屋極印が多数撃たれたものが見受けられ、両替屋の信用を下に貨幣が流通した、当時の状況が伺える。この両替に用いられる天秤は、女王2年、1653年に、世襲的特権を与えられた、京都の計り座で制作されたもののみ使用が許された。また、奮闘については、漢文元年、1661年に、 世襲的特権を与えられた彫金を本職とする、後藤史郎兵衛家の未政策が許され、これ以外のものの政策及び使用は、不正を防止するため厳金とされた。そのため両目の単位としての門目は、江戸時代を通じて均質性が維持されている。また後藤史郎兵衛家は、豊臣家から徳川家に至るまでの大盤の政策を一貫して、受け負い、江戸時代から小判の鋳造を受け負った。 後藤正三郎家は、白表栄特上を主とした正三郎密次を外する。現在の日本の銀行の多くは、江戸時代の両外省が前身である。銀行の地図記号は、江戸時代の両外省で用いられた奮闘の形に由来する。空港などにおいて、主に入国者及び出国者を対象に、二国間の通貨を、手数料を徴収して、為替相場に応じて、 外貨両替を行う窓口、または店舗を両替所と呼ぶ。大都市及び観光地などでも両替所を多く見かけるのが一般的である。国によっては入国時に公認両替所で両替を行い、両替証明書を発行してもらわないと出国時に余剰の貨幣を再両替することができないこともある。日本で 外貨両替を扱っているのは、主に銀行及び空港などの両替窓口である。日本国内では、以前、外国為替及び外貨両替を扱うことができるのは、外国為替公認銀行に限られていたが、平成10年、1998年4月の外国為替及び外国貿易法の改正により、規制が緩和され、一般企業でも、 外国為替及び外貨両替を扱うことができるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。